これいいじゃないですか。どうしてもリサさんに言いたいことがある。ないよ。ない。でもこれちょっと待ってください。どうしてもになると多分チェルミコさん多分バツあげちゃうんでどうしてもってなっちゃうからリサさんに言いたいことがあるにしましょう。なんか言いたいことがあるというか、まあ、なんか言ってください。なんかリサにちょっと話してみたいことがある。丸か×か、どうぞ。テレビで散々喋った喋った。ちょっと花見さん、みんなの回答を見てあげ出すね。みんながあげてからあげ出すのやめてくださいね。ほら、みんな空気読んで丸とか出しちゃうじゃん。いや、でもさ、意外とリサッチと喋る、まあね、先ほどとかその面識ある方は喋ってますけど、意外と喋んないじゃないですか、この人も人見知りなんで。ね、だからなんか今のこのタイミングで全然ほら、もう貯金額とか、その…ダメですよ、この中さん。いや、俺も知りたいですよ。まあ確かに、まあ気になりますけど、ね、そこはお金って分散してますかとか、ね、ダメです何言ってんですか。さあ、なんかいろいろあります。なんか、じゃあ花部さん、なんか代表でもいいですよ。言いたいことでしょ、だって。番組で骨盤パンツをおすすめされてたんですよ。骨盤パンツ、リサさんが、はい、覚えてないですか。覚えてますか。今日、はい、あ、今日も入ってますか。ます私も買って今日も入ってます。おそろい、はい、じゃあ入ってます。じゃあ今日は骨盤パンツにゆきなちゃんの声が聞ける。そうですね。骨盤パンツのおかげです。骨盤パンツを履くと声も出がいいんですか。そうですね、なんかこう、そう、きちんとこう締められてこう骨盤が立つ感じがしますよね。なんか姿勢も良くなる感じします。そう、姿勢が良くなるとやっぱ声が出やすくなるので。そっか、はい、はあ、じゃあちゃんと買ってやってる、はい、嬉しいね。買いました。あ、報告いただきました。ありがとうございます。それは言いたいけど、ぜひ言ってほしい。 ありがとうございます。素晴らしい、素晴らしい。ねえ、チェリブコさん、なんかあります。なんさあ、ボーナスタイム。ね、これ、時間ですか、これ。そろそろですね。まあ、でも、せっかくなら聞きましょうよ。ごめんなさい、SE の説明をしてください。時間になったら分かんないです、SE の。私、分かんない。分かんないです。え、こんなの打ち合わせでありました？分かんない。急にパチンコの格変みたいな感じの。なんかやられても。さっき楽屋でちょっとお話しされてるのをこう盗み聞きしてしまったんですけど、盗み聞きしたら喋ればいい。なんかずっとまずい薬の話をしててあれ何ですか。あれ聞か知りたい。まずい薬、薬を渡してて花火屋さんに。なんだろうそれ。なんなの、なんなそれ。え、話せることですか。これ大丈夫ですか。大丈夫ですよね。大丈夫です。聞いちゃいけなかったですか。なんかそんな言わないこれって言えないって。私漢方が大好きなんです。ははで、はいはい、漢方がとても好きなので、なんかこう今日を乗り切るためにこうすごいね、皆さんこうご多忙の中来ていらっしゃっていただいたので、なんかこうめちゃくちゃパワー使うし、ライブでちょっとこうこっそり賄賂落としてこれ私が元気になる漢方なんですけどってお渡ししました。もらったの。はい、いただきました。一回成分見てもらった方がいいかもしれないドーピングの可能性あります、ね、え、でもめっちゃまずかったですよね。めっじゃあまずかったです、まずいんだ。そうだとかね、漢方って基本的にベロで溶かすんですよ。だからこう飲むんじゃなくて舌で溶かして飲むものが多くて、なんかめちゃくちゃまずいんです。でも効果あるんだ。元気になります、はい、パワフルにお届けできると思います、っていう話をしていました、はい、そうだったんだ、はい、そうだね。すごい可愛いですね。気になるよね。ちょっと後で詳しい、はいはい、詳細を、はい、お願いしたいと思います。私今日ですね、本番前にリサちゃんが楽屋に来てくれたんですけど、本当直前でさっきね違う衣装を着て出てたんですよ、はいはい、そしたらなんか結構ね紐がどうしても落ちちゃうみたいな状態に陥って、でリサちゃんなんか衣装とかってこういうことってあるよねみたいな話しながら、マネージャーがこれをヘアピンで止めようとしてくれたんですね。そしたらそれを見たリサちゃんがダメって言って、ちょっと呼んでくるって言って、リサちゃん の衣装さんに言ってくれて乗ってくれたんですよ。そう、すごい、すごい、すごいと思って。え、だって姉さん、あんなにライブ動くのにここはアメピンでヘアピンでこうやって止めてて絶対刺さるやんと思って
ありがとう、すごい、ありがとうございますっていう改めてね、お礼を言おうと思ってリサさん、お母さんみたいになったのはい、これ漢方だからねダメダメ、それ脱ぐからってみんなのお母さんみたいになってるじゃないですか。あ、今日の弁当全部手作りね、はい、じゃあ最後、前原さん言いたいこと、まずあのガーデンシアター見に行きました、うん、あのもう素晴らしくてすごかったね。あの最初から最後まであんなに人から声が出てると信じられないくらいの人間じゃないからね。そう、人間じゃない、そう、人間じゃないんだって思いました。そうですよ、はい、っていうのを伝えたかったのと、あと中2の時どんな髪型でしたか。中二の時の髪型聞かれてますよ。中二、中二、さあ、じゃあ最後時間なんで、うん、中二の時どういう髪型かを聞いてこの投稿は終了します、はいはい、さあ、伊藤さん、中二の時はどういう髪型でしたか。ボブでした。おお、皆さんどうもありがとうございました。 ありがとうございました。皆さんもありがとうございました。ゲストの皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。本番前にすみません。すみません、ありがとうございます。いや、面白かったな。これいけるな、全然。皆さんやっぱトークが上手ですね。やっぱすごいよね、うん、すごい。さあ、まだまだ続きますからね。さあ、皆さんまだまだ元気ございますか、はい、大丈夫ですか。ここからもうグワングワングワンと盛り上がっていきます。はい、さあ、2階の皆さんも準備はいいですか。おー、立ち見の皆さんもいいですか。アリーナ、アリーナ